Cô ơi, em không hiểu. Năng ca là gì? Cô dạy cho em với. À, ok ok. Năng ca nhé. À, hôm nay chúng ta sẽ học năng ca nhé. Trong hội thoại tiếng Nhật, mọi người hay nghe thấy năng ca, năng ca, năng ca, phải không? Năng ca có 5 nghĩa nhé. Thứ nhất, 何かという言葉の少し崩れた言い方。この店で何か食べよう。あなた何か言いたいことがあるでしょう。トゥハイ、例を出すとき。ベトナム料理ならフォーやバインミーなんかおすすめです。トゥバ、言いたいことを少し和らげるとき。これなんか似合うんじゃない？このピアスなんか素敵じゃない？トゥトゥ、少し否定的な気持ちの時。お前なんか大っ嫌いだ。トゥナン、理由はわからないけどとか、うまく説明できないけどという気持ちの時。今日なんか楽しいね。彼のことなんか好き。タツアティ、コーテン、モッカズン、ヌアニェ、ドーラー、あんまり意味がない時も使います。会話の中でちょっと考えてる時とか、話し始める時、とか、と同じように使います。もう一回、ヒヨハン。今日なんか暑くない？ね、なんかもう真夏みたいだね。彼、顔はブサイクなのになんかかっこよく見えるね。ああ、なんかわかる気がする。ああ、なんかお腹すいた。ああ、なんか変なお菓子ならあるよ。なんか明日犬肉パーティーがあるらしいよ。え、何それ、なんか面白そう。なんかうまくできないんだけど。あー、なんか絡まってるね。あー、なんかな、暇だな。日本人の中にはなんかが口癖になっている人もいるので、あんまり意味がないことがとっても多いですよ。あ、カムンコー、あ、おかずい、キッテオ、もいごい、モンハッハイビー、はい、コメン、おずいね。皆さんありがとうございます。バイバイ。